ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はドントルックを考察します。どんなゲームなの？主人公が目隠しをされたまま進むお話だそうです。主人公は誘拐されたの？それにしても、なぜ目隠しをされたままなのか気になりますね。早速遊んでみようよ。とても素晴らしい名前です。あなたに初めて会った日、この世界からあなたを守ると心に誓った。あなたが理解していないことは分かっています。しかし、あなたは、大丈夫。心配しなくていいんです。リトルモス、お世話をします。あなたにとって正しい選択をさせてください。私にあなたを愛させてください。私のすべてで。そして、私があなたの面倒を見ると信じてください。意識を取り戻したとき、頭がズキズキし、全身がだるかった。ゆっくりと目を開けようとしたけど、何も見えなかった。目を覆う何かが、頭にきつく巻かれていた。何が起こっているの？ここはどこ？何も見えない。起き上がろうとしたけど、立ち上がる途中で手首が何かに引っ張られた。何かに繋がれているらしい。選択肢は叫ぶ、静かにする、戦うだね。二つは大きな音を出す行為ですね。落ち着きたいのもあるし、静かにするを選ぼうか。それは誰かに聞かれることへの恐れか、それとも聞かれないことへの恐れか。私は確信が持てなかった。私はただ静かに、できるだけ落ち着いて過ごすことにした。そこに座って何らかの変化を待ちながら、この部屋で感じられることを記憶した。少し湿った匂いがして埃っぽかった。換気システムのような音が聞こえ、非常に寒い、凍えるほどではないけど、手を地面につけてみた。冷たいコンクリートの床ではなさそうだ。それとは逆の、柔らかくて快適なベッドカバーのように感じた。危険な人間の地下室にある仮設ベッドにいるとしか思えない。別の音が私の注意を引いた。それは近づいてくる足音だった。捕虜のように体が緊張し、声も出せなかった。すぐに、部屋の左端のドアが大きく開く音が聞こえた。ああ、起きましたか、リトルモス、気分はどうですか？その存在が私に近づいてくるのを感じる。お盆を下ろす音と、温かい料理の匂いがした。起きてくれてよかったです。ちゃんと話せるのを楽しみにしていました。あなたはほぼ丸一日寝ていたんですよ。ああ、失礼しました。私はザカリーです。私のリトルモス、やっと挨拶ができて光栄です。男の声は恐ろしいようには聞こえなかった。かなり礼儀正しいように聞こえるけど、それでも注意が必要だ。名前を教える、静かにして、彼に誓うですね。下手に従順になると何をするかわからないよ。ただ、黙らせるのも行き過ぎな気はしますね。間を取って名前を教えるを選ぼうか。それはもうわかっていますが、礼儀正しいのは良いことです。おそらくたくさんしたい質問があるでしょう。私は開かれた本のようにそれに答えます。ここはどこ？なぜ私をここに連れてきたの？あなたは私を殺す気なの？だね。とりあえずは、ここに連れてきた理由を聞きましょうか。何をしたいのかわからないもんね。私は彼が私を誘拐してきた理由を恐れていた。どんな理由であれ悪いものだろうと思っていたから。実は、私は数週間あなたを見ていました。そしてついに準備ができたんです。私のリトルモス。彼が嘘をついているようには聞こえない。それは恐ろしいことだった。彼は私を誘拐して、なんで目隠しをさせ続けているの？彼は現在、私を手放すつもりはないだろうに、なんで姿を隠すの？お腹が空きましたか？マック&チーズを作りました。私はあなたに餌をあげる必要があるので、口を開けてください。餌って、リトルモスという呼び名といい、こちらを人間として見ていなさそうですね。選択肢は従う、従わない、蹴るだね。この状況は不利すぎます。従うを選びましょう。私は自分自身を持ち上げて、口を開いた。ああ、どうですか？お味のほどは？私はいつも美味しいマック&チーズを作ると言われてきたんです。私は否定できなかった。確かに美味しい。少し早く口を開けてしまって恥ずかしかった。すぐにトレイが私から遠ざかる音が聞こえ、ザカリーが立ち上がった。待って、時間がないのです、リトルモス。出かけないといけないから、二人で楽しんでくださいね。愛しています。そのまま、足音が部屋を出ていき、背後で扉が閉まった。彼が去ったことには安心したけど、言われた言葉は気に入らなかった。二人？どういう意味なの？大丈夫ですか？不意に声をかけられた。他の人がいるとは思わなかったから、心臓が飛び出そうになった。誰かいるの？
ごめんなさい、怖がらせるつもりはなかったんです。ザックが落ち着くまで、静かにしているようにと言っていたので、彼の声は、ザカリーに従順そうだ。彼も捕まっているのだろう。私が最初にここに到着した時から、彼はここにいたに違いない。つまり、今まで、彼はただそこに座っていたの？どう思う？ザカリーが出て行ったふりをして、声色を変えている可能性もあります。そして主人公と奇跡の脱出劇で結ばれるって魂胆かな？リトルモス、つまり小さなががアカリに。この状況なら今話しかけてくれている人物に導かれるようにしているのでしょうか。目隠しされてるからね、この状況じゃ何かに頼るしかない。それが、ザカリーの目的なのかもしれません。そういえば、話しかけてきた人はザカリーをザックって呼んでたね。教えられた名前が違うのには、何か意味がありそうですね。ザカリーと付き合いが長いとか？それとも主人公には愛称を教えて、興味のないその人には本名を教えたとか。でも、なんで興味のない人を誘拐したんだろう？選択肢はあなたは大丈夫？あなたは誰？気にしないですね。とりあえず、事情は聞いた方がいいよね。今回はここまでですね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。目隠しをされていてどんな人かはわかりませんが、名前を聞いてみますか。あなたは誰？なんでここに拘束されているの？僕はチェスター。はじめまして、というか。よろしくお願いします。僕は、あなたと同じように誘拐されたんです。誘拐されたのが一人じゃないことに少し不安になった。あの男は何人誘拐したの？彼は私たちに何を望んでいるの？おそらくは、関係を持ちたいのでしょうか？僕がここに来る前に、彼には何人かのときめくパートナーがいることがわかりました。彼がそんな風なことを言っていたので、誰かへの無邪気なときめくという言葉に吐きそうになった。ときめいたからって誘拐は無罪にならない。私とチェスターの前に彼がパートナーにしていた人物に何が起こったのか想像した。他の人はどうなったの？何人かは、やられました。あなたも彼に従わないといけない。あなたが礼儀正しくしていれば、彼も礼儀正しい対応をします。それが、彼が僕を生かし続けている理由だと思います。選択肢は憂鬱ね。安心させてくれてありがとうだね。今のところ、チェスターに直接的な敵意は感じませんが。疑いの目で見ると、ザカリーに従うように仕向けているようにも見えるね。とはいえ情報を教えてくれたお礼はしましょう。安心させてくれてありがとう、チェスター。どういたしまして、申し訳ありませんが、僕にできることはこれ以上ありません。彼の声は絶望しているように聞こえる。チェスターはこの状況にすでに慣れているみたいだ。彼に同情したのか、それとも自分自身を悲観したのか、確信が持てなかった。リトルモスって何？逃げようとしたことはある？泣くですね。泣いても状況は好転しないし、上二つのどちらかがいいかな。そういえば、チェスターもリトルモスと呼ばれているのでしょうか？確かに気になるね、聞いてみようか。彼は私をリトルモスって呼び続けていたけど、どういう意味なの？ああ、彼は僕たちに虫のニックネームをつけるんです。彼は僕をバンブルビーと呼んでいます。マルハナバチのことですね。彼の言ったことに何も安心できなかった。私は、これは絶望的な状況かもしれないと考え始めていた。あなたも目隠しをされているの？いいえ、数週間前にザックが目隠しを外してくれたんです。なんで目隠しをさせられるの？僕にはわかりません。おそらく彼は、目隠しを外すことを信頼の証であると思っているのではないでしょうか？本当の理由はわかりませんけど、つまり、彼が信頼してくれれば、私の目隠しを外してくれるかもしれないってこと？覚えておいた方がいいわね。目が見えないというのは、無力感に襲われる。確実性が欠如して、私の世界が歪んでいるように感じていた。周りの空間、会ったばかりの二人、疑問が私の心を満たしていた。私が別の質問をしようとしていた時、チェスターが私の思考を中断させた。僕たちは少し眠った方がいいと思うんです。ザックはしばらく戻ってこないので、他にできることはありません。他に何もすることがなく、チェスターのアドバイスに耳を傾ける。縛られた状態で、できる限り横になろう。眠りにつくと、不快ではあったけど、意識を失えた。目が覚めた時、目隠しをしているためほとんど時間がわからなかった。でも、私は驚くほどよく休めたと感じていた。
私は自分を座らせるために転がった。目隠しが少しは緩んでいると思っていたけど、同じきつさだった。扉が開く音に、一瞬笛を突かれて、少し飛び上がった。ねえ、私は虫が大好きなんですよ。両方とも元気なようですね。私はあなたに水を与えに来ました。ザカリーが私に近づき、顎を少し持ち上げられて、水の入ったボトルを唇に押し付けられた。飲まない、唾を吐く、飲むだね。状況は変わっていません、従っておきましょう。私は彼が口に水を注ぐのを許可した。良いですね、リトルモス、あなたは元気でいる必要があります。あなたのボトルは終わりました。自分の決定を後悔しているのか、支持しているのかわからなかった。結果、彼と良い関係を作れたけれど。二人とも大丈夫ですか？他に何かいりますか？毛布をもう一枚くれませんか？さ、寒くなってきたので。もちろんですよ、私のバンブルビー。あなたのためなら何でもします。リトルモス、あなたはどうですか？何か欲しいものはありますか？毛布が欲しいか私はいらないかここから出してですね。下二つは危なそうだね。体調を整えておくためにも毛布が欲しいを選びましょう。毛布をもらえる？もちろん、あなたたちは両方ともそれに値します。彼はチェスターに水を与えるために移動し、立ち上がって私とチェスターのために毛布を取りに行った。ありがたいことに、彼は毛布をすぐに持ってきた。私のところに来る前に、チェスターに巻きつけたらしい。ほら、この方がいいですよね。私に巻きつけられた毛布はとても暖かく、乾燥機から出したばかりのように、私の肌を少し温めた。ありがとう。どういたしまして、何でも言ってください。ザカリーが去った後、私とチェスターだけが残された。チェスターのことどう思う？チェスターが毛布を頼んだタイミングでたまたま乾燥機にかけていたとは考えづらいですね。主人公がそう思っただけだから、実際に乾燥機にかけていたのかわからないけど、もしそうだとしたら、怪しいよ。同一人物説もありますが、協力者同士であるという線もありますね。協力者だった場合は、主人公を監視してるのかな。だとしたら厄介ですね。チェスターが心変わりをしてくれないと脱出はほぼ不可能です。そうじゃなくても、心が折れてるみたいだから協力してもらうのに苦労しそうだね。選択肢はチェスターと話す、あたりを探索する、ベッドの周りを調べるですね。とはいえ、拘束されている状態じゃ調べられる範囲が狭すぎるね。監視されている可能性も踏まえて、慎重に考えなければなりませんね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。さて、どのような行動を取りましょうか？あたりを探索するもベッドの周りを調べるも、しっかりは調べられなさそうだよね。目隠しをされている上に手もまともに使えませんからね。なら、チェスターと話すを選んでみようか。私はチェスターと話すことが今のところの最善の選択肢であると判断した。他の誰かからの洞察を聞くことが慰めになるかもしれない。それで、どうやってここに連れてこられたの？あなたも誘拐されたの？あまり覚えていませんが、ザックは職場で見かけました。いい男でした。彼はよく話しかけてくれて、浮気性なところもあったけど親切でした。遅くまで仕事をしていた時があり、鍵をかけようとしたら、頭を殴られたのを覚えています。それから私はここで目を覚ましました。選択肢は彼に近づく、彼を慰める、彼を叱るだね。近づこうとしても繋がれていますし、叱ってもしょうがないですね。慰めようか。辛い話をさせて、ごめんなさい。僕は大丈夫です。あなたも同じ状況なんですから、すみません。チェスターとの会話は確かに気を紛らわせられた。ここにいる間、話し相手がいてくれてよかった。他のも選択できるんだね。なら、ベッドの周りを調べましょうか。寝ている場所の周りを調べてみた。マットレスは硬く、寝心地の良い枕がいくつかあるらしい。せめてこの辺りを快適にしたいと思った。後ろの壁に触れると、鋭利なものが手に触れた。ありがたいことに怪我はしなかったけど、下手をしたら怪我をするように感じた。もっと調べるか放っておくですね。せっかく見つけたんだし、調べてみようか。体を傷つけないように調べてみると、鋭利な金属片であることに気づいた。壁に突き刺さっているらしい。手を自由にする、目隠しを切る、放っておくですか。メタ的な話なんだけどさ、目隠しを切るは危なそうじゃない？失敗したら危ないどころではないですからね。それもあるんだけどさ、ゲームのコンセプトが目隠しなのに、ここで外させるのはおかしいと思うんだ。
なるほど、確かに。とりあえず手を外せるか試そうか。手を自由にしようとしたけど、やっぱり金属を切るのは難しい。手を動かそうとしていると、突然、手のひらに鋭い痛みを感じた。手のひらに血が滴るとともに、刺すような痛みを感じる。自分を傷つけてしまったことに動揺した。そういえば金属音みたいなのがしてたね。完全に忘れていました。私は鎖がピンと伸びる限界まで移動してみた。ベッドの端以上に進むことはできなかった。目の前に足を伸ばして、何かに届くか確認した。足が硬い何かにぶつかった。ハンドル付きの食器棚のような感覚だ。開けるか開けないかか、シンプルだね。やめた方がいいのではないでしょうか。開けたことがバレそうです。中身は気になるけど、確かにそうだね。私は食器棚から離れて、あまり問題を起こさないように決めた。ザカリーは礼儀正しいが、彼の忍耐力を試したくなかった。これでおしまいみたいですね。じゃあ寝ようか。このぐらいで十分だわ。他には何もないかもしれないと考え、より多くの睡眠を取るためにベッドで休んだ。眠ろうとしていると、背中に何か、軽いものが触れているのを感じた。眠かったからほとんど反応はしなかったけど、繰り返されると、何かが私に触っているのがはっきりとわかった。何もしない、移動する、パニックになるですか。ザカリーかな？とりあえず、相手の出方を伺いましょうか。そのまま寝そべっていると、指がゆっくりと肌をなぞっていることに気づいた。おそらく、チェスターだ。私は彼が何を書いているかを理解するために少し待った。6 1 2 0 3。彼はすぐに自分のベッドに戻った。61203、どういう意味なの？彼はどうやって私の背中にそれを書いたの？眠りにつくときは、この数字を思い出そう。3日目はまだ開発中だよ。遊んでくれてありがとう。というわけで、体験版はここで終わりみたいです。やっぱりチェスターは何か知ってるみたいだね。ただおとなしくしていただけではなさそうですね。というわけで、他の選択肢も試してみたんだけど。目隠しを切ろうとしたら目に刺さりゲームオーバーになり、それならばと食品棚を調べたらシアン化合物は出てきたものの、そのまま特に何事もなく終わってしまいました。他にエンディングがあるとしたらザカリーに逆らうとかかなと思ったんだけど、どうにもシークレットエンドがあるらしいんですよ。だから次回はザカリーに逆らってみたりいろいろ選んでみるね。そして、ゲームのダウンロードページを再度見た時に気づいたのですが、ザカリーとチェスターのビジュアルが公開されていました。つまり、同一人物説はなさそうですね。いやー、綺麗に見逃してたよね。といったところで今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回は別の展開を見ていこうと思います。まず最初の選択肢で彼に誓うを選ぶと主人公は彼に暴言を吐きます。犯行の意思を誓うってことだったんだね。でもこれでは特に起こりません。とはいえ、これ以上のことをすると明確に暴力を振るってくるよ。しかし、主人公も感じていたのですがザカリーに殺意がないようです。ただし可愛いだけじゃ長く持たないって言われたけどね。そして、シークレットエンドがあるという話だったのですが、お気づきになられたでしょうか。ナイト2がなく、そのまま終わってしまいました。どうにも、チェスターの好感度が低いとあのイベントが起きないっぽいんだよね。このデータはザカリーだけでなくチェスターにも反抗的に接していました。つまり、私たちは最初にシークレットエンディングに到達していたみたいなんだ。というわけで今回でドントルックはアップデート待ちになります。次は危険なバレンタインデーのホラー系恋愛ゲームです。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。